沢田信也です。ベッチーです。はい、というわけで今回も始まりましたスマホ野菜やつらですけども、はい、最初にちょっとですね、まあ業務連絡というかお知らせというか、まあ言っとかなくちゃいけないことがありますんで、そちらの方をちょっと言おうかなと思います。お願いします。ちょっとお便りをいただいてまして、うん、お名前むっちゃんななちゃんさん、うん、むっちゃんなな、はじめまして。最近このサイトを発見してから毎週楽しみに聞かせていただいてます。ホームページ上からは全部視聴することが可能ですが、iTunes では最新10回分しか視聴することができません。全放送分を iTunes からダウンロードし、視聴することは可能でしょうか？というお便りをちょっといただいてまして。で、これに関しては結構前からいろんな人が言ってたりもするので、ちょっとお答えしておこうかなと思います。はい。スマグって浅いやつらを配信しているケロログさんというサイトがあるんですけども、うん、もう結論から申しますとですね、このケロログさんのサイトの使用上、ポッドキャストを RSS で取得して、まあ自動的に受信できる数っていうのはもう最大10個って決められてるんですね。増やせないんですね。はい。で、それはこちらの方ではもう増やせないので、自動受信できる数っていうのはもう新しいものから10個分だけということになります。うん、で、過去放送の聞き方なんですけども、はい、まあ、単純に、狭くて浅いやつらのサイトの方に行ってもらいましたらですね、毎回毎回、プレイヤーがついておりますんで、ホームページ上から聞いていただくっていう方法が一つ。うん、で、もう一つは、そのプレイヤーの下にですね、うん、ダウンロードっていうボタンがついてると思うんですけども、うん、そちらの方から各回の、MP3 の音源データをダウンロードしていただくという方法が、まあ、二つ目の方法かなと、うん、なのでですね、自動受信できない分に関してはいちいち、サイトの方に行ってもらって1クリック1クリックチ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 クやってもらわないといけないんですけども、まあ、そこはちょっとケロログさんの仕様ということでですね、申し訳ないですけどもお願いしますというところです。うん、サイトの方にはこうちょっと概要みたいなのも沢田さんがまとめていたりするので、なんか見やすかったりしますよね。はい、うん、ぜひサイトにも来ていただきたいですよね。そうですね、最近 iTunes で見つけた人とか、最近ね、iPhone で直接ダウンロードしてる方とかも増えてきてるんですね。iPhone で直接 iTunes につながるから、うんうんうん、そこから狭くて浅いやつらを見つけて、うん、直接 iPhone にダウンロードするっていう。で、そういう方がね、過去放送も聞けなかったりするんですよ。そうか、サイトを知らない人もいるんですね。そうなんですね。うんうんうん、でもまあちょっと、どうしようもないことなんですけども、自動受信できる数はもう最新10個分っていうことになってますんでですね、うん、申し訳ないですけども、うん、過去放送を聞きたい方はサイトの方に来ていただければなと思います。はい。そして、サイトの方からアフィリエイトをクリッククリックしていただくことでですね、はい、まあ、我々の生活費が賄えていけるんじゃないかなと思ってますんで何さりげなくアピールしてるんですかぜひともまあサイトの方に来ていただきた いなと思います、うん、課金されますんでね。はい、はい、お願いします。というわけで、今回の、取り上げるお話なんですけども、来ましたね、ごえもんです。キリヤカズ、何やったっけあの人の名前。キリアさん。やべ、キリアしか覚えてねえ。キリアカズアキさんね。はい、キリアカズアキ監督の映画ゴエモンです。以前ね、キャシャンを取り上げたことがあったんですけども、うん、その時は、もう、なんか、めたくそのボロボロに文句を言ったような記憶が残ってます。沢田さんがね、ね、私フォローしたつもりですよ、ちょっと。あ、そうですか。あれはあれで世界観ができてるなと思ってたんで。僕もとりあえず好きは好きなんだぜっていうことは言ったと思うんですけども、最初そう始まったんだよね。うん、なんか最後の方はメタメタに言って終わってしまったんだいや、ちょっと脚本があまりにもだったんですよ。うん、
でも今回のその時にちょっと五右衛門の話をしたんだけど、うん、五右衛門は結構脚本ができてると、うん、私は言ったんですね。そうです。だから今回ちょっとたまたま伝えに行きますと、うん、純新作で安く借りれることがあったので、うんうん、早速借りてきましたところですね。うん、まあ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 、この話はまあ後にするとしまして、とりあえず今回取り上げられるのは、五右衛門です。はい、五右衛門ね。沢田さんは DVD で見て、私は映画館に行った。うん、おぉ、映画館に行きましたか。そう、やっぱね、スクリーンで見ないと、うん、キリアさんの映画の、うん、その、世界観っていうのが、うん、壮大に伝わらないんじゃないかと思って、五右衛門を見に行こうと。まあ、これなんか、開始早々見に行ったんですよ。うん、で、たまたま、舞台挨拶が新宿でありまして、うん、その日に、そのタイミングに合わせて、舞台挨拶にも、顔を出し、キリア監督、江口、広末、ゴリ。4人全員揃ったところをちょっと見てきましたね。ちょっとそういう思い入れがある作品なんですけども、私にとっては。ええ。うん。まあね、とりあえずその、ベッティとしては、うん、まあこの五右衛門とても面白かったと、いう派なわけでしょ、うんうん、面白かったよ。では、そこを、ちょっと一つ一つ説明していっていただきたいかなと、思います。うん、ね、見た後はね、本当に爽快でしたよ。あ、そう。うん。なんか始まって、結構、いきなり、五右衛門が、盗みをするシーンになるじゃないですか。うん、はいはいはい。こうなんか、ね、ちょっと昔を思わせる、こう、歯車がギラギラギラって回って、そのドアがドーンって開いたりして、で、金貨がワッサーってあって、それをガーってか、こう、江口が書き込んでいって、こう、追っ手を巻きながら屋根の上をこうタッタッタッタって歩いて、走っていってっていう、結構ね、いろんなシーンを散りばめている、なんかいきなり壮大な盗みのシーンから始まったりして。まあね、五右衛門っていうキャラクターがどういうキャラクターなのかっていうことを、こう、見ている人にちゃんと分からせるための、こう、うん、演出としてのシーンですわな。最初はそういうシーンですよね。で、結構、私はそこのスピード感が好きで、うん、おぉ、いいじゃないかと。うん、されたわけですよ。で、その話を進めるにつれて、まあ五右衛門って誰なのっていう話とか、うん、あとちょいちょい出てきた豊臣さんとか、うん、なんかその辺の過去とかも織り交ぜられながらこう話が進んでいって、うん、大沢たかおとか出てきて、うん、二人の宿命の対決が始まったと。うん、で、その後に、こう、まあ、起承転結の決ですよ。最後の最後で、こう、豊臣の軍隊を交えた壮大な戦いが始まったじゃないですか。あれは、関ヶ原の戦いなんでしょうか。関ヶ原の戦いなんですかね。実はね、そういう細かい設定をね、微妙に忘れてるんですよ。忘れとんかい。面白かったなと思ったんだけどね、うん、覚えてるのがね、うん、まあ、キリアさんにありがちなんだけども、うん、描写してある表現だったりするんですよ。まあまあまあ、キリア監督独特のね、今回も映像表現が、うん、まあ、前編通してあったわけですけど、うん、そうなんですよね。すごいグラフィカルに描いていて、うん、戦闘シーンも、なんだろう、全然歴史物を作っているっていう感覚ではないんだよね。うん、鎧とか見てみても、結構、何これ、西洋の鎧なの、東洋の鎧なのっていう、こう、よくわからない、やっぱ世界観のものを装備してたりとか、もちろん、舞のシーンにしろ、街のシーンにしろ、やっぱ彼なりの表現が詰め込まれてるじゃないですか。まあ、あくまでその、歴史の史実っていうのは、あくまでモチーフであって、うん、まあ、今回は、その、歴史を描くっていう映画ではなかったからね、あくまでその、設定を借りてるっていうだけの話で。ああ、そうね。あ、設定を借りてるって感じだったね。うん、だからね、ストーリーのね、細部をちょっと覚えづらかったというか。覚えとけや。うん、シーンだね、覚えてたの、ね。あ、そう。まあ、でもそういうね、一応起承転結っていうのを、今回は彼は意識して作っているんだなと思った。おう。なるほどね。そう。で、そういうところは素直に伝わってきたし、もちろん、個々の表現も、キャシャンに劣らず、うん、
まあ、以上に、ちょっと、表現力が豊かになってきたと思うし、うん、あとね、やっぱ、キャスティングがね、すごい魅力的でしたね、今回も。うん。江口が主役で。そうね、江口洋介はかっこいいなって、見てて素直に思ったね。かっこよかったよね。うん、女性目線ではほんとたまらなくてね、ちょっとこう上半身脱いでいるシーンとかね、うん、あ、なんかすごい鍛えたの鍛えとかね、うん、たまらなかったですし、まあ綺麗どころでしたら、広瀬とかも出てきてたりしてね、ちょっと彼女の、うん、なんか、彼女の雰囲気とはちょっと違う役どころだったなと思うんですけれども、ちゃちゃとかも出てきたりね。あと、玉山哲司とかね。うん、あと、ちょっとお笑いでゴリとかも出ちゃったりしてね。うん、で、前回に引き続き、カナメジュンとか、うん、そういうところも結構、なんか、キャシャーンに引き続きまた出ましたよ、みたいな人もちょいちょいいたりして、非常に、見ていてね、その豪華さという表現といい、ちょっと満足のいく作品だったんですけどね。ほう。はい。沢田さんは違うと。え、以上？お、沢田さんも今回良かった？あ、僕の番ですか？あ、そうそうそう、そう。いや、面白く楽しめるところもあったんですが、うん、やっぱりね、ダメだね。一言で言っちゃったよ。ダメ。いや、ダメ。なんて言ったらいいんだろう。あのね、とりあえずすべてを通して見た最後の印象としては、親戚の子供の漫画を見せられた感じになった。うん、なんか言っていることがわかるようなわからないような感じなんだけども。見て、ちょっと、お兄ちゃんちょっとこれ見て、僕書いてんっていう漫画を見せられたような気持ち。おーっていうような気持ちになったかな。頑張って書いたんだねっていう。そう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 。突っ込みどころはすごい満載だけども、あえてそこは伏せておいて、おー、よくできてるじゃないかって言ってしまうような感じ。そんな気持ちになりました。そんなレベルだった。突っ込みどころがあるのはもう分かってるじゃないですか。見る前にね。なんかキャシャーンを見て、キャシャーンの時にあんな風に作ってしまってる彼だから、決して完璧は求められないじゃないですか。ストーリーっていう点だとね、そう思ってみたけども、やっぱり想像以上に突っ込みどころがあったっていうこと。そう、やっぱりね、その僕もね、キリアさんの絵作りっていうのはすごい好きなんですよ。コントラストをものすごいつけてる感じであるとか、世界観、なんか昔なのか未来なのか分からへん、こう、混沌としたような世界観ってあるとか、なんか構図であるとかね。そうだね、構図もうまいよね。そういうとこに関しては、すごいこう、漫画世代の僕としては、中学の頃漫画世代で育った僕としては、はい、何かこう、ツボをついてくるような、はいはい。ところではあったりするんですよね。でも、もう、でも、致命的に、もう脚本がダメですよ、脚本が。そこの私たちの差は何かな？私は、今回は、脚本割と、受け入れやすいと思ったんだ。そこは否定しません。うん。キャシャンの時に比べたら、余計なものをすごい削がれて、とてもシンプルな形にはなってると思う。それでも詰め込みすぎている。そうなんだよね。詰め込みすぎてるんだよね。で、やっぱり脚本のところがうまくこう、機能していないので、どんなに綺麗なシーンであるとか、かっこいいシーンを見せられていたとしても、話が気になって、感情移入しにくくなってしまうのね。あれ、これはどうなの？みたいなところがいっぱいあって。で、やっぱりそういう点で、もうまさに親戚の子供の漫画を見せられた気持ちっていうのが一番表現しやすい言葉なんやけどね。もう突っ込みたいけど、突っ込まないけど、頑張りは伝わってくるよ。そうそう、頑張りは伝わってくるけど、心の中ではすごい突っ込みどころがいっぱいあるっていう。そうそう、キリアさんね、舞台挨拶の時に、なんか、もう、超頑張って作ったんですって、撮影から、なんだっけな、撮影から1年とか2年、CG とかそういうグラフィックの
作業とか編集とかに入って、で、やっとできた映画なんだけども、うん、だから出来上がった作品は自分の子供みたいに可愛いっていうか、まあそんだけ手をかけたんだからそりゃそうなんだろうなとは思ったんだけど、その時。うん、だからね、本当にね、手を抜いていない感じはして、脚本も、一応私は一本筋が通っているなと思ったんだよね。起承転結があったと、今回は。うん、キャシャンの時に比べたら、うん、なんていうかな、置いてけぼり感っていうのはなかったと思うねやんか。キャシャンの時ってすごい置いてけぼられたやん。そう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 。どういうことやねんみたいな感じで、ものすごい自己満足の内容にしてしすぎたために、ね、見ているこっちとしては、うん、おい何が一体起こっとんねんみたいな感じの置いてけぼり感があったけど、うん、今回は一応物語としては機能してたと思う、五右衛門はね。そこは良くなったとこだよね。うん。で、脚本って今回、キリアさんだけじゃないでしょ、うん。あ、そうなんだ。あのね、滝田哲郎っていう方がね、はい。なんか、最後のスタッフロールの時に、並列で書かれてあったんですよ。ほー。脚本の方に。だから一人で作ったわけじゃないのね、今回の脚本って。ほう。多分、その、滝田哲郎って方がめっちゃ頑張ったんやと思うね。修正に修正。そうそうそう。こうじゃないと、こうないよ、みたいなね。そうそう、もう小学生の描いた漫画を見て、もう、頑張って見れるようにしよう、みたいな感じで、この方が頑張ったんかな、っていう。そうか、この方の、努力で、今の、かろうじて辻褄は合ってるよねっていうことにしよう。多分ね、この、滝田哲郎って方がいないと、もうほんとキャシャーンと同じようなめたくそな脚本やだと思うのね。そうか。で、やっぱりこう、突っ込みどころも多々いっぱいあるんやけども、うん、もうそれを一個一個言っていっておくと、うん、多分2時間ぐらいやっても足りないので。多分ね、作品以上に時間かかってる。本当に。単純に一言で言わせてもらったら、うん、秀吉を撃つことをクライマックスにしたら一番良かったと思うんですよ。あそこは歴史に逆らえなかったんじゃないか。秀吉を撃つっていう歴史はないじゃないですか。でも、もうそもそもが、うん、パラレルワールドというか、うん、歴史という設定を借りた全く別のファンタジーな作品なわけでしょ。ならそこで史実と違うことが起こったとしても全然こっちとしては許容できるわけ。そうだね。でもなんかね、その、うん、やっぱりその五右衛門の行動原理って一体何かっていうと、うん、拾ってもらった織田信長の仇を取るっていうのがテーマなわけじゃない、うんうんうん、そうね。でその仇を取る相手は一体誰なのかっていうと豊臣秀吉でしょ。そうね。あと、大沢たかおもね。で、その豊臣秀吉によって、うん、自分の、まあ、うん、恋心を持っている、うん、誰でしたっけ、チャチャ。チャチャね。は秀吉の手の元にあるし、うん、親友であった霧隠れ才蔵は、うん、秀吉の手によって、無ごく殺された、うん。っていうのがあるから、二重三重に秀吉を撃たなくてはいけないっていう理由ができてるやん。そうね。ならそれを映画の一番最後のクライマックスに持っていって、秀吉を撃ち取りました、ちゃんちゃんで終わったらよかったと思うねんな。で、見てるこっちとしても、うん、俺てっきりあそこで映画終わるんやと思ってやんか。そうね。ああ、よかったって思ったら、また続くからさ、ね、え、何が続くのって思ったらそっからの30分から40分間は、すごい打足というか。そうね。最後はね、すごく疑問だった。秀吉を撃つ撃たないっていうのはまあそこは私はあまりこだわらなかったんだけども、確かに秀吉を撃った方が自然だったと思うけど、まあどの道今回のエンディングはすごいハテナだった。なんで最後撃たれたのっていう。そうで一番最後その秀吉がいなくなったことによって、要潤のあの石田三成かな、あれは。三成だね。と、湯政との、うん、あの、徳川家康が戦いをするわけじゃない。そうだね。で、そこになぜか五右衛門が一人で突っ込んでいくでしょ。そうだね。織田信長の甲冑を着て、うん、まるで信長最大かのように突っ込んでいって、なんか、お互い、一田三成も徳川家康も両方撃とうとするでしょ。
そうだね。あの行動原理がよくわからへんのよね。だって秀吉を撃ったところで一応五右衛門の目的は達成してるやん。復讐を成し遂げたってところでは。そうだね。で、それ以降の五右衛門の行動原理って本当はないはずやのに、なぜあそこで五右衛門が両軍陣営に突っ込んでいったかっていうと、うん、世界を平和にしたいっていう気持ちから突っ込んでいってんねんけど、そうでしたっけ？要は真の平和っていうのを考えた上で、五右衛門は突っ込んでいってるわけやん。だから一番最後徳川家康にこれで最後にしろよみたいなことを言ったわけやんか。そうか。でも、映画の最初から別に五右衛門って、世界のことそんなに何も思ってないのよ。そうだな。だから、最後のシーンは見てて、ハテナやってんすごい。なんでって。もう戦国の世は嫌だっていう、なんかそんな思いをたきらせたシーンもなかったよね、特に。そう、だから、うん、映画の一番始まりは、五右衛門の個人的な執着とか、うん、五右衛門自身の個人的な話から端を発しているにもかかわらず、なぜか物語の最後の方では、五右衛門は民衆の代表とか、世界の平和を担うためのシンボルとして、なんか活躍してんねんな。そこの持っていき方が、見ててめっちゃハテナで、あまりにもこう、わからないのよね。無理やりすぎるっていう。最後の方にすごく思ったのが、そうそう、本当に、この話は歴史っていうそのシーンを借りてるけども、でもできるだけ歴史に沿おうとしていたじゃない、作り方が、うん、なんかまあチャチャが出てきました、信長も殺されました、で秀吉も殺されました、うん、その後に石田三成、誰だっけ、その徳永と戦っていましたっていう、うん、そこは説明的になってたんだよね、すごく、うん、なんかその史実は一応織り込みたかったと。うん。あ、そう、変に歴史にも照らし合わそうとしてるから、うん、なおさらなんかこう物語に歪みが出てきてる感じがすごいして、うん、いやもうそこはもうファンタジーとして突っ張っていったらよかったんじゃないのってすごい思ってしまったな。なんだろう、あの無理やり五右衛門の歴史的解釈を加えすぎようとしちゃったのかな。うん、殺されたのも五右衛門はなんか川に入れられて殺されちゃったっていう史実があるけど、あれは実は五右衛門じゃなかったよっていう解釈を入れたかったとか、まあ歴史好きが見てもにやりとするような仕組みにしようっていう感じやったとは思うんやけどね。ねえ、最後の最後のシーンにその二人の合戦の時に参加したっていうのも、実はここで五右衛門の影の活躍があったんだよっていうのを入れたかった。やりたかったんやろね。やりたかったんでしょうね。でもそもそもが実際の歴史とは違う話なんだから、そこを入れたところで別に盛り上がらないわけですよ。あとね、もう一個、うん、大量のこう先人、戦人たちがこうわーって戦うシーンを作りたかった。彼が。ああ、そういうシーンを作りたかった。そういうシーンを作りたかった。ああ、それはあるかもな。キャシャーの時も、あったじゃん。うん。うわーって戦闘シーンが。ああ。その延長で今回はじゃあ、歴史バージョンに作ろうみたいな。ああ、合戦のシーンを撮りたかったっていう、ただそれだけの。ただそれだけのシーン。もうそれはあるかもな。なんか作りたい人だからさ。結局ね、そういうことをすることによってね、うん、物語の主軸っていうのがぶれてしまって、うん、見てるこっちとしてはポカーンっていう感じになっちゃうわけですよ。でね、こう、物語はその秀吉を打ち取ったところで終わってればよかったんじゃないかっていう話をちょっと先もしたけども、一番俺が突っ込みたかったポイントは何かっていうと、その五右衛門の行動原理は信長の仇を打つことやんか。途中そうなったよね。途中とかその事実を知ってからそうなったんだよね。でも、うん、子供おったでしょ。うん。子供、お母さんを殺された子供。そうだね。あの子供に対して、うん、復讐なんて何も生まねえんだよって言ってんの。ヌスットの子供だよね。スリをした子供っていうか。言ってたね。言ってることバラバラやんけ。本当だね。何やねんとか思ってね、その時に。本当だね。そうやろ。
お前復讐、この映画は復讐の物語じゃないのかねって。それが、だから分かった。じゃあそれが、最後の最後で、つじつま合わせたんだ。お前で終わりにしろよ、みたいな。結局無理やりねじ曲げようと、鉄の棒を熱も加えずに曲げよう曲げようとした結果、いびつな形の棒ができてしまったわけですよ、最後に。そうですね。そうですね。それが、キリアさんともう一人いた脚本家の調整によって、そこが追加されたのかもしれないよね。そう。だからなんとなく、無理やり、つじつま合わせたと。歪んだかもしれないけども。ほんまね、もうそんな感じがもうした映画でした。ああ、また叩いちゃった。とりあえずね、今回またキャシャーの時のように、メタクソに叩くことになるだろうな、っていう予感がしていたので、うん、あらかじめちょっとツイッターの方で、今回ゴエモンをテーマに収録をするので、ちょっと見た方はお便りくださいっていうのをちょっと募集してたんですよ。返事が来ました？一通だけね、お便りいただいたので、ちょっとそれをご紹介したいと思います。はい。お名前、うまよしかげさん。こんにちは。こんにちは。狭さでゴエモンを取り上げると拝見して、これはと思い、初メッセを送ります。キャシャンよりは進化したキリア作品になってて、ゴエモンは大好きです。脚本面では、まあ相変わらずというか、甘っちょろくて言いたいことがたくさんありすぎて、詰め込みすぎてしまうパターンが今回も出ていたような気がします。それでも、キリア独特の荒い画面や VFX の使い方にはゾクゾクさせられます。キリア監督の壮大な G 行為満載ではあるけれど、やっぱキリア作品が好きだなと今回も思いましたということなんですけども、うん、もう同意としか言いようがないですね。本当に同意だね。今言ったことを繰り返したような感じですね。そうそうそう、本当もう同意っていうその通りってね、いう感じです。まあ先ほどツッコミポイントがたくさんありすぎて言い出すとキリがないということをちょっと言ったんですけどね、いくつかちょっと言っておきたいところがあるので、言ってもいいですか？それは細かく突っ込みたいポイントってこと？気になったところがどうしてもあるんですよ。あ、こんだけ気になったところがたくさんあるけど、最も気になったポイントがあると。そう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 。見てください。広末涼子の若かりし頃は、福田真由子ではないだろうっていう。そこはね、すっごい違和感がありました。やっぱ、みんな違和感があるんですね、そこは。なぜ、福田真由子だったんでしょう、あれは。で、俺、この福田真由子っていう子は、まあ、本人にはちょっと悪いんやけども、うん、昔から不細工やなっていう印象がすごいあって、そんなに可愛い子じゃないだろうっていうのがすごいあるので、だから、うん、広末涼子演じるチャチャの、うん、チャチャと、まあ、ゴエモンの、うん、まあ、青年時代、うん、青年時代の、ね、まあ、風景が出てきた瞬間に、福田真由子になった瞬間に、うん、いや、福田真由子は成長しても広末涼子にはならへんやろ。めっちゃ思ってしまったからね。なんかね、私は結構彼女は素朴な印象があるんですね。うん、そんなに私は可愛くないとは思っていなかったんだけども、うん、なんか、とてもチャチャにはならんだろうなぁと思って。結構違和感があった。そうでしょう。そこが、一つ目。はい。二つ目。うん。ゴエモンの友人の、親友の霧隠れ斎蔵が、大沢隆夫ね。はい、大沢隆夫がね。うん。将来は侍になりたいっていう出世欲をすごい持ってたじゃないですか。そうね。そうね。そのために今は我慢して忍びの仕事をしてるんだ、みたいな。そうだよね。なんか三成に、こう、命令、なんか命令を聞けみたいな感じに言われた時も、石高を与えて、なんか、お前をちゃんと侍にしてやるっていう話から、なんか、戦っていたんですよね。でもさ、圧倒的に侍より忍びの方が強いやん。そうだな。普通に打ち取れるやん。そうだな。なんであんなに超人的な能力を持った忍びたちが、うん、常人の能力をしか持ってない侍たちの言うことを聞いてるんだっていう、
もうそこがすごい違和感で仕方がなかったね。昔、それは、まあ歴史的に、忍びや影だからもう絶対に主君に逆らうだとか、村に逆らうだとか、そういう発想にはならないという前提からですかね。五右衛門一人でごっつい最後城とか忍び込んでめっちゃ何十人も殺してたし。五右衛門はもうさ、もうだって忍びじゃないもん。150メートルぐらいジャンプしてたよ。150メートルぐらいジャンプしてたね、あれはね。もう体はどうなってるんだと思う。キャシャー以上だった気がするわ、あれは。あんなに強かったら、全然もうそんな、あれだけで国取れるような感じじゃないですか。国取れるよね。もうだからね、なんかすごい見てて違和感でしたね。ちょっとね、なんだろうね、辻褄が合わなくなっちゃった部分かな。どうしても。まあ、過ぎちゃった。それが二つ目ですね。三つ目は？いや、もうこれ以上は、やめときます。あ、じゃあ今トップ2を話してもらったと。一番気になるところ、二つ。うん。気になったよ、そこは。そうでしょ？気になった。一緒一緒。もう、そこをぐっと飲み込んだ。飲み込んで、うん。大丈夫、よかったねって。あ、そっか、私もじゃあ、小学生の、甥っ子の漫画を見せられて、うん、上手だねっていう、そういう心境なのかもしれない。あの、脚本っていう視点ではね。うん、いや、作り込みは好きですよ、相変わらず。頑張ってほしいなと思う、これから。それはあれだね、キリア監督に対する愛だね。あー、そうね。彼女が作ってくれたクッキー、食べてみたら、どう考えてみても、砂糖と塩間違えてる。でも、美味しいよって言ってしまう、彼氏の心境みたいな。泣けてきますね。愛ですよ、愛。愛か。そうそうそう。私はね、次に映画作ってくれても、きっと映画館まで見に行く。人を支える。まあね、基本的に誤解のないように言っておきますけど、キリア作品は別に嫌いではないんですよ。だって見てるもんね。はい。全然見てますから。ただツッコミポイントが多いから、そのツッコミポイントって一体どういうところなのっていうところを喋ろうよっていうのが、この番組なので。そうね。これはね、前回の配信で、夏の雲っていう漫画に関して、中野浦先生とちょっと喋ったんですよ。あ。で、感想がね、ツイッターの方でちょっとおっしゃってくれた方がいたので、うん、ありがとうございますっていう拝見させてもらったら、うん、面白くない漫画を取り上げて話すのがとても面白かったですって書かれてあったんですね。いや、違うんですと。面白くないから話してるわけじゃないんですよと。そうね。十分面白い漫画なんですよ、その夏の雲っていう漫画はね、うんうん。ただ、突っ込みたいところであるとか、言いたいことがたくさんあるから、結果として、そういう番組内容になっちゃいましたよって、すごいこう誤解を与えてしまう番組になってるんだなってことを改めて僕は思いましたね。あ、でも、それは、私たちのやっぱ愛情じゃないですかね。愛情ですね。ねえ、突っ込みどころはあるけど、でも、いいと思っているもんね。そう、本当に面白くないものであるならば、取り上げることすらしないのでね。そうよね。だから今回、五右衛門に対しても苦言をいっぱい呈しましたけども、うん、これはあくまで、キリア監督に対する愛情の裏返しですわ。ああ、そうですよ。そこはやっぱ誤解のないように聞いていただきたいね。そうですね。うん、かといって、五右衛門じゃあおすすめかって言われると、いや、別に見なくてもっていう。そこを進めようよ。進められないかな。いや、私は進めた。あ、そうですか。わかりました。うん、じゃあおすすめです。はい、エンディングでーす。というわけで、今回は桐谷和明監督五右衛門を取り上げましたけど、まあ、今まで通りの番組と言いますか、うん、またボコボコに文句を言ってしまいましたね。いや、文句じゃないな、文句じゃない、これは違うよ、ね、今回気づいたじゃん、これは愛情があってこそのなんだよ。そう、愛情の愛情ですよ。知った激励ですよ。お
うですよ。まあその失態激励は別にキリア監督に届くわけもないんですけどもね。ただ僕らがあのうちうちでもごもご言ってるだけの話ですけども。それをね、しかも大した知識もなくね。失礼な話ですが。一消費者が何を言うとんねんっていう話やけども。いや、ファンの温かいコメントとして受け取っていただければね。受け取ってくれるのか。届かないけど。届かない。もう、キリア監督、次は何撮るとか、予定は決まってるんでしょうか？その辺の情報は全然聞いてないね。あ、そう。舞台挨拶でもそういうことは全然言ってなかったね。なんかゴエモンをウィキペディアで調べると、なんか続編を検討しているみたいな。あ、それは書いてあったね。ことが書いてあったりもしたんやけども。でもさ、続編ってさ、続けないじゃん。最後死によったからね。死んだよ。それさ、もし、ゴエモンの続編があって、実は生きてたって話になってたら、もうその時点で冷めるじゃん。ああ。まあまあ、そこはやっぱり親戚の子供が帰ってきた漫画の続編を見たら、あれ前回の最終回でこいつ死んだんじゃないのって思ってしまうけども、おぉ、あ、こいつ生きてたんや、おぉ、よかったやん、みたいな感じで。あったかい。いいんじゃないですか、そんな感覚で。うまかった。そしてこう受け入れることにしよう。そうですね。楽しみに待つことにしましょうか。そうですね。というわけで、今回はここら辺でお開きにしましょう。お送りしたのは澤田信也とペッティでした。また次回も聞いてくださいね。さようなら。さようなら。